お疲れ様です。今日はですね、こちらの無課金迫撃とアチャクイ外役ロキクロスがね、今世界トップ10に2名ずついるということで、そちらちょっとね合体させたこちら迫撃クロスをねやっていこうと思います。マジでこの極めしものがね、もう世界一桁にいるって感じですね。この人、がクロス使い、そしてこのアーロンって人が、まあ、迫撃使いといったところで、なんか他にもね使ってる人がちらほらいるって感じかな。なのでまあこの辺のデッキもね、ぜひ皆さん使ってみてください。ちょっと僕はね普通にクロスとか公開点マジ迫撃攻撃点迫撃とかね、めちゃくちゃ苦手なんでね、はい、ちょっと迫撃クロスならいけるんちゃうかっていう、はい、いきたいと思います。よろしく。でまあ、このデッキは本当シンプル、迫撃で攻めてクロスで攻めて、無限に攻めましょう。で攻めが飛んなかった時にもう両方ともね、防衛で立てて、もう守って守ってロキ削りしてやろうぜと言ったところですかね。でこのデッキのまあその間に合い、うわでかい、マジで神、買ったくね、その強めなんですけど、うわうまそれ、あ、やばい、それ普通になんか巻くそう、いい受け取られてる。そう、強めなんですけども2回攻めれるっていうね、部分でめちゃくちゃ強いです。というのも相手のね陸受けが少ないデッキ、例えば遅延スケラであったりだとか、まあ、ラバデッキであったりだとか、まあ、そういった相手に対して1回攻めて、防衛ポイズンだったり、あとなんだろうね、まあそういうコールコース、やばい、今日なんか言葉がね、それこそね、今みたいにロケを撃たれた後に、もう一回ね、これ攻めれるっていう、これのね、そう受けが相手は絶対苦しいのでっていうので、さあ、これロケ相手、まあ、呪文でね、施設を壊してくる、耐えてくる相手に対して、非常に有効ですよっていうやつですね、はい。お、届いてない。だからマジ、こういう相手には、まあ、クロス置いてロケを打たせて発撃さす、まあ、逆でもいいんですけども、さあどんどん刺さっていくと思うのでゴリゴリ行きたい。暇はしまえアチャクイまで行きましょうか。アチャクイもなんか本当食べたら壊れなんでね、よいしょ、アチャクイにコスト使わしてこの相手にね攻めちゃうっていう、謎に逆行くんですけど、ああそれあったわ、ダメ、伸びてる。今日ちょっと怪しいな今日さっき喋りもプレイも全てが怪しい、喋りはいつもみたいなとこあるけど、さあ一旦攻めよう。これマジで相手迫撃、AMA 迫撃にもロケ打ちたいし、クロスにも打ちたいし、いろいろ打ちたいでしょうね。おっきいな。でまあロケ打ったあとなんで一応8枚プリンを警戒する。マジお、ロケは打ってくんのか、もしかしたら頑張って。さあロケ打たない、コースとかね、ないんじゃないの、主。さあ、ガン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 行ってあげましょう。これも、ロケ削りで割る。あ、8匹、大砲で受けられるっすね。よいしょ。でも、そんなことも分かっているので、さあ、ここを突破していきます。でも、アチャクいて、そのクロスの回転とかが速くなるのもいいし、単純に、相手はこのアチャク行きにもね、ロケとかライトとか打ちたいと思うんで、これロケ削りしたいでしょ、あなた。あー罠です、それなんだ、罠です、これ。さあ攻めるとまで行って迫撃砲火ちょっかいを出して、さあ陸受けがない、ほんならアチャクイも止まりませんよと。さあといったところでね、いや今回の相手にたまたまぶっ刺さってましたね。多分迫撃だけとか、まあ、クロスだけだったら、まあ、大砲で受けられたりだとか、それこそやっぱロケ防衛されたりとかがねあってね、突破も難しいところなんですけども、2段階で攻めれます、はい。どっちかが入ればいいですよね、どっちかをね壊されてもどっちかがね刺さるよねと、まあ、言ったところで、まあ、アチャクイもいるのでね、ライトニングとかポイズンとか呪文枯渇にもなってくるよっていう害悪です。非常に害悪デッキとなっておりますが強いでしょう。世界2位と4位のデッキを合体させたら1位いけるみたいなところもありそう。あ
さあ今回の相手は枯渇で、枯渇に対しても普通のクロスだとね、まあなんかいい勝負しちゃうんですよね。ですが迫撃もあってクロスもあるので、やっぱ基本的に陸撃がね追いつかなくなると思うんですよ。さあ圧着衣にもねコストを使わせられるので、おおや、え、待って、なんか受けがね、俺がねそんなことある。さあまあこれぐらいでクリティな、だってロケしか陸撃がない、ロケは陸撃なのかと。これロケ撃つまでにダメージ与えて端前圧着衣まで見えた。からのマイティか。さあロケ使ったんで端前圧着衣で消えて、もうこれだけで強いよね。で4コスト迫撃まで見える。あーこれやばこういうマジプリンセスのデッキとか、あーおーおーマイガーナイスさあこういうことが起きてしまうんですね。あマジで強いなこれ、なんかロケに対して強いっすね非常に。ポイズン、まあ、スケラ系にも強そうですけど、とりあえず陸行きが少ないデッキには刺さりまくってんですけども、ちょっと落とすのに時間がかかる、そこだけデメリットが。いやいいね、ちょっと12の無敗目指したいっすね。うん、一罰もつけとかない。逆に何に負けるかっていうのを考えればいいんですよね。まあ、ほぼクロスボウみたいなとこあるんで、クロスで勝てるデッキには何でも勝てるでしょうと。まあ対空が圧着色系レシピなんで、まあ、ホバリング砲のデッキとかですかね。ホバ、まあラバホバ、まあ、クロス自体はラバにはそんな相性悪くないんですけど、まあ、なんならいいんですけども、ホバだけちょっと厄介にはなってくるので、対ラバだけ集中ですね。はい。さあ、まっちゃーん、抹茶ピーポー。ちなみに抹茶めっちゃ好きです。おお来た、こういう相手っすよね。いやこれクロスの方が良かったかな。まあ、いっか。これは強いって、ちょっと強すぎるな。やばい、まさかの怖い。さあ LSP があってよかった。まあでも逆サイなのかもやだな。まあでももう無視してフリーズなんで、この攻めクロスで一歩取っちゃおうぜと。さあ溶かして、ちょっと逆サイのババやだな。これこの圧着衣だけでなんか折れそうだな、クロスボウというよりかは。さあデレスピでガガも溶かしていく、こんだけだったりないか。うわーなんかやべえの引いたな、怖えなこういうデッキって。迫撃行きたいっすけど、まあインドラはまだ回ってないと。ってことはババも回ってない。これ何で守っていくんだ。クロスからの端前圧着衣からの消えるゴッツプラン見える。あノーゴッツ、やめてやめて。これ対空ね今やべえ、やりすぎたかな。あめちゃくちゃいい、そのラバこれやばいっすね普通にやばいっすね。まあもう防衛ロケかましますこんなの。ガゴまで巻き込めねえか、贅沢に行きたい。あえ待ってやばい、何も巻き込めんかった贅沢に行きたかったんだけどな。それやばい、ピンチです。はい、まだまだまだ、えやばいって、失敗すぎ。よしよし、
よしよしよし。ちょっとあれっすね、対空が。これ相手さ、インドラだよな。そうだよ。じゃクロス、これめっちゃ置きたい。ガチで置きたい。ガチャクに回して。うわー、やべえな。Dピンチってやつだ。いやーでも意外とこれ左なのか。そんなことある。やめてやめて頑張っているよ。あーマジババババの人マジやめてし、ガガブレマジやばい。本当に何かかすると、あ何かかすると終わる。本当に絶対キングでいく。俺さえあーマジで無理。うわーガゴガゴガゴ B っすね。まあ、まあ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 ワンチャンありそうでしたけどね。序盤に2本ポッキリいっちゃえばよ。あ、てかあれだ、俺ロケット外したわ。はい、あんなチンポコロケのせいですね。気をつけます。さあチンポコをチンポコだけやめましょうか。あれなければ多分綺麗な 2-0 勝利が見えてた。いきます一旦ね。これロケとか使ってくれたらそれはそれで美味しいんでね。さあロイジャイ、チクイ最強だな。トリトン来たら消えればいいんでね。よしよしよし。さあナイトまで、あれマジか。今日は非常に怪しいですね。まあ、やばい、マジで。まあまあまあ、LSP 最強。スケキンロイジャイのフェニックス型か、まあ、マゾニックフェニックスかな。まあ、ガンガン俺は攻めるしかないですよね、もうこんな。一旦行ってみよう。ロイジャイ、こんにちは。で、この次の攻め迫撃通したいですね、ここ。あちゃくいできるだけ傷を負わしたくないが。まあ、これ5打たれたら打たれたっすね。おっ！おっ！でかすぎる。あ、待って。うわぁ。タゲが今日は全然取れん。まあでもダメージちょっと入ったのはでかいっすね。さあ、で、ファイボだったんで、もう、ガンガン置いちゃって。
やべ、絶対消えなくてよかった。あ、もし、いや、もしロケキスリまであるっすね。やべ、あ、待って、やべ、いろいろ鍵の、さあ、もうペース悪くない、ファイブ打ってくんじゃないか。そうっすね。わ、何かは通れ、めっちゃなんかペースはいいんやけど、何かは通りそうなんですけど、一旦耐える。よしよしよし、地味に稼いで。ああ、これちょっとズルしていいっすか。もう今日まともに戦ったらなんかね、ダメだ。はい、ズルして、あなたもロケで削ります。来てくれて、普通に突破されたらどうしよう。さあ、全てが残ってます。いや、てかアチャクイこれずっと残んな。えぐくね、これもう一回スキル使えるよ。でユニットアド取れるっしょ。で防衛クロスまた置いて、ここファイボーとタワー当たんないんですよ、左側残ってんで、もうロケ削りできるし、これ延命したいっすよ。さあ、余裕があるんでロケ打ちます。あれ、俺の余裕が、まあ、ほどほどにしとかないと事故るっす。で、なんと迫撃もあります。クロスじゃなくてもいいっていう。え、マジでビビった、ここにビビります。え、ガチなんかやばくね。マジでなんか笑えん、笑えんやついる。あ、マジで今日やばい、俺グダグダ。さすがおいて、おい、あぶねー、あぶねーけど、まあ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 、まあ、これはね、このデッキのもう最終攻めて、へあれてか、まあクロス、まあ、迫撃も本当にね、対戦相手によってはもう、あ、一生防衛みたいな、呪文取るだけやみたいなのは、まあよくあるので。てかもうデフォルトっすね。もうぶっちゃけ迫撃通す、クロス通すの方が少ないぐらい。試合の中身9割6削りやんっていうのはね、ここ最近マジ多いんでね。さあ、スピ。ジョーカー。かっこええな。一旦ね、様子見、もう捨ててこっち側立てちゃう。いや、マジでこれあるな、枯渇か。じゃあ、低めこういうのにロケット打ってくれたら美味しいなと思ったんですけど、相手マチクいいか。お、メモってめっちゃチャンス。ちなみに、え、これさ、めっちゃチャンスだね。一旦立てる、ロケ使った、俺の着衣の対応もあるし、相手うわ、いいタイミングで打っと、やばい、これ竹変わる。あー、でもクロスボウ対決や、俺の方がちょっと有利な。よし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 、稼いで、この銭稼ぎ大事よ。てか買ったくない、もうここまで来たら。どっちが本物のクロス使いか証明しましょうよ、ジョーカー君。クロスマジ使い始めて10分。一旦防白置いて。一旦防白置いてね。いや、相手これロケ打ちたいでしょうけど、打っても苦しいんですよね。まあ、俺も打つけどね。はい。打ってきたらもうクロス置くだけなんで、しかも防波あるから攻めクロスも置きにくい。あれ、あ、もうクロスすごい、
聞いてよ。そこは。さあちょっと怪しい。ああうまい。でも時間さえ稼げば、よしよしよし、緊急ロケ。さすがに負けたくないよなーと思いながら、もうロケ打ちます。防衛クロス置いてロケ打ちたいんだけど、これだけで本当にウッド削り入ってます実は。じゃあもうフォアフリーや、いや防衛クロスでいいか。これさえ置いとけばね、いやマジでこれさえ置いとけばリベンジ。やばいな、もうよし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 、もう俺はロケ削りがしたいんや。一応警戒してね。さすがによしよし。さあここがピンチになるんで、ここだけ一回ね耐えたいっすね。これ、あぶね、あぶね、あぶねー。クロス早いやまんの。どういうこと？早くね？今壊した。さあ、本物のクロスボウ使いは僕ということでね。さあ、イタチちゃん。イタチって名前さめっちゃいるんだよな、クラロ。なんでみんなナルト好きってこと？そういうわけじゃないよな絶対。なんかのなんかであんのかな、イタチね。おお、佐藤さん並みにいるイタチくん。これ迫撃起きてえな。うわー、いい防服やな。あれ、これもしかしてですけど、さっきはあの合体する前のねクロスと当たったんですけど、今回合体する前の迫撃の方と当たったっすね。やばそんなことある？いやーこれ、あでもクロスにロケ打たせられるっていう考えもできるっすね。ポジティブ。まあまあまあ一旦ね。いやーこれはね勝ちたいな。進化前ピカチュウがピチュウに負けるなんてありえないでしょ。いやもう消えたい。あー素晴らしい。と一旦行こう。あーしっかりね。でも俺ねこれ圧着になるんで、サイクルずれるとかを考えると一旦こっち向いちゃう。あーバルギー強い。おっ、そしてこれさもう一周あるな。おっ、なんか俺がずるしたみたいな。
やらせみたいになるんやないかい、お兄さん。発揮表面気温これめっちゃ強い。圧着まで行って、あ、もう絶対なんか刺さるもんな。あ、うまい。え、うまい、うまいがロケ一周分追いついてないぞ。何笑ってんねん。あれでもなんかうめえな思ったほどリードしてない。あ、これガチでやばい。逃げるロック削り。相手ね、攻めロック打ちたいけど打てないですもんね。あ、打ってくる一発だけよ。この圧着いがガチで強い。受け間に合うな。おっ、いやーマジでうまい。いやーこれ攻め取りに来るな。剥がされます。はい、知ってる。おっ、いやマジこのミリが素晴らしい。一発ないとーしー。もうボアかけとけ一緒。あ、諦めのしゃーい。誰がしばろけのおかげやねん本当に。まああれなかったらマジいい勝負してたな多分。どっちもダメージ取んなくてみたいなね。あ、マジさあ、メル JP。 お、日本の方か。よろしく。さあ、もう JP って聞くとね、中町 JP しか出てこない。ああ、迫撃。お、マジであるぞ、これ。合体前。ああ、でもゴブリン出てきた。なんかめっちゃ入りそうな。このスキルいらんか。さあ、迫撃は迫撃で受けて公開探着入りがポイですね。まあ、クロスを刺したいっすね。俺まだクロス出してない。出したね。迫撃を出してないのか。まあ、どっちかポイズンで行かれて、防衛迫撃立てられるとしんどくなるか。まあ、ロケ削りまで見えてくるっすね。だいぶ。早く。まあ、ポイだと思うんで。そうっすね。もうこうなると仕方ないんで。これチャンスじゃない？いやー、これ強いっすよね。ここはユッと。うわー、着一発でいけー、ガチ。
だいぶ流れはいいけど、いやいい防白だ。まあ迫撃使わしたんでロケですね。いやもう完璧。さあロケがだいぶ輝いてんな。うん、さあクロスとか読みが忘れていく。まあ当たり出しちゃってこっからロケ回します。この当たりガチ最強なんですよ。回して負け筋待ち、この着位うん、いやーオッケー、でかすぎる迫撃いるのかみたいなところはありましたけども、迫撃クロスだからこそです。着位ぶっ壊れでした。まだね。あ、マジでこれ当たったことない、適当に言って。というわけでこちらのね、迫撃クロス、そしてクロス迫撃、皆さんもねぜひやってみてください。お疲れ様でした。バイバイ。